はいどうもナインです。今回のテーマ、キャリアハイの可能性も恋の S が無双している理由4選。はい、今回取り上げる選手、今季も先発ローテを守り続け、キャリアハイペースで活躍中です。今回の動画では無双している理由を4つ、様々な視点から考察していきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。このチャンネルではカープに関する情報やネタ動画を投稿しておりますので、特にカープファンの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編スタート。今回話の中心人物はチーム内通算勝利数トップの恋のエース、そうです、大瀬良大地投手です。大瀬良投手は1991年6月17日生まれの今季33歳、長崎県大村市出身、身長188センチ、体重94キロ、右投げ右打ちのポジションは投手、今季の年俸は1億8000万円。では昨年の成績から見ていきましょう。それがこちら、23試合に登板し、6勝11敗、129.2回を投げて、103奪三振、防御率 3.61、WIP 1.16。 はい、正直エースとしては微妙な成績です。勝ち星に関しては運がなかったとしか言えませんが、防御率が物足りなく感じます。昨年は1億8000万円に見合う成績とは言えない成績に終わりました。では今季の成績を見ていきましょう。それがこちら、10試合に登板し3勝0敗、 65.2回を投げて44奪三振、防御率 0.96、 WIP 0.99。 はい、完全に無双しております。大瀬良投手はプロ入りから防御率が良くない投手であり、ほとんどが3点台や4点台。キャリアハイは 2.62 ですが、2点台を記録したのは2018年のみ。このことを考えると、ここまで大瀬良投手がいかに絶好調なのかがわかります。では一体なぜなのか。ここからは大瀬良投手が無双している理由について、4つの点に注目して考察していこうと思います。1、直球の球威復活。大瀬良投手の最大の武器はカットボールですが、カットボールはストレートの球威があってこそ輝きます。では昨年と今年の被打率を比較していきましょう。それがこちら、はい、格段に良くなっております。平均球速は 1.9 キロ落ちましたが、被打率は大幅に改善。投球割合を少し減らしたことが原因なのか、回転数の問題なのか。回転数に関しては本人や投手コーチにしかわからないため、詳しいことは言えませんが、直球の被打率が改善したことは紛れもない事実です。大瀬良投手が好調の要因の一つと言って良いでしょう。2、一発病の克服。大瀬良投手は例年 WIP はいいものの防御率が悪いです。こういった投手の特徴として被弾が多い傾向にあります。実際規定投球回をクリアした5シーズンのうち最多被弾は2回、2022年に関しては規定投球回をクリアしていないにもかかわらずリーグ最多の18本を被弾。つまり大瀬良投手は例年制球力があり自滅するタイプではないが、一発浴びて苦しむケースが多いタイプと言えます。では今季はどうでしょうか。なんとここまでの大瀬良投手、1本も本塁打を打たれておりません。被弾していないため当然防御率は良く、10試合に先発登板し 65.2 回を投げて防御率は0点台。10試合に先発し防御率0点台を記録したのは直近20年間で、2012年の杉内投手、2016年の菅野投手、2024年の大瀬良投手、なんとわずか3人のみ。一発病を克服したことは無双している理由の一つと言って良いでしょう。3、ピンチに強くなった。一発病を克服した大瀬良投手、さらにもともと制球力が高く自滅することも少ないとなると、相手打線は連打で崩していくしかありません。そこで重要になってくるのが得点圏被打率です。一発が少なくても得点圏、つまりピンチに弱いと粘りの投球が難しく失点が多くなってしまいます。では大瀬良投手はピンチに強い投手なのでしょうか。直近3年間の得点圏被打率を見ていきましょう。それがこちら、はい、今季はかなり打たれておりません。例年大瀬良投手は得点圏被打率が高く粘りの投球ができておりませんでした。しかし今季得点圏でかなり強さを見せており、相手打線は連打で崩すことも難しい状況です。ピンチにかなり強いのもここまで無双している要因の一つと言って良いでしょう。4、専属捕手の存在。
大瀬良投手はここまでの10試合すべて相澤選手と組んでおります。昨年は坂倉選手と17試合相澤選手と6試合組んでおり、今季からは投手との相性を考えた起用法となっております。そもそも大瀬良投手のキャリアハイである2018年、最もバッテリーを組んでいたのは相澤選手であるため、大瀬良投手の良さを最もうまく引き出せるのはおそらく相澤選手でしょう。大瀬良投手が20代の投手であれば、相澤選手が引退した後のことも考えて先頭投手で固定しすぎない方が良いと思いますが、30代である程度実績がある投手の場合やリード面で信頼度が重要で在籍期間が比較的短い外国人投手の場合などは先頭投手で固定しても良いのではと感じます。大瀬良投手のキャリアハイの年度、最も多くバッテリーを組んでいた相澤選手を先頭投手として固定、これも無双している要因の一つと言って良いでしょう。はい、ここまでの動画の内容をまとめると、無双している要因は直球の球威復活、一発病の克服、ピンチに強くなった先頭投手の存在、この4つです。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画で大瀬良投手が無双している理由が分かったと思った方、今年はキャリアハイも狙えるぞと思った方は高評価よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではカープに関する情報やネタ動画を投稿しておりますので、特にカープファンの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。